ちは、ミスタートレーズです。引き続き今日もレディオメイドの新作のご紹介をさせていただきます。で、ペンダントが続いたんで、今日はリングですね。こちらの2つご紹介させていただきます。羊とヤギですね。角見てもらうと、こう巻いてる羊とこっちヤギこう出てますね。これは真鍮の角してますね。ヤギさんの角は真鍮です。こちらはオールシルバーで出来上がってますね。で、こちらのご紹介をさせていただきます。まずこちらですね、ラムスカルと書いてありますので、記載がありますので、ラム、子羊ですね。で、額には逆五芒星が入ってます。正位置、逆位置とか言いますけれども、よくね、小熊さんの作品でも出てくる五芒星ですね、が頭に入ってます。で、こう横に角がいってる感じですね。で、これつけさせていただきますと、こういう感じです。いい大きさですね。で、横も見せたいですね。これやっぱりね、こちらが羊さんで、で、こっちがヤギですね。で、こちらもゴートと記載がありますので、ヤギですね。で、こちらのバーはよく見ていただくと顔が入ってます。まあ作品名もデビルイメージって言うんですけれども、こちらは額の部分にですね、悪魔像が入ってるんですね。悪魔がこう憑依したかのように入ってます。これですね。で、つけるとこんな感じになります。パーンのような感じになってますね。ボクシンパーンみたいな感じで。で、横から見ると結構ヤギのような感じで。これは結構面白い作品だなと思いますね。パッと見ヤギなんですけど、近くで見ると、あ、悪魔が入ってるみたいな。あと、まあ、ヤギは黒ヤギなんかは特に悪魔のイメージだったりするんで、そういう意味で今回出てると思います。別にそんなに意味は気にしないで一番だと思います。かっこいいと思うかで。こういう感じですね。こちら親指もいいかなと私は個人的に思いましたね。こういう感じで短い指にもいいかなと思います。で、お値段ですね。お値段がですね、デビルイメージ 49,000 プラス税です。で、バホメットスカルの方が 24,000 ですね、プラス税ですね。 24,000、 49,000 で出てます。同じ手にしていただいてもかっこいいかなと思います。少しここの部分とかは、これからニットとか着る長袖の時はね、こう引っ掛けると破いちゃったりとか、そういうのはちょっと気をつけてつけていただくといいかなと思います。で、11月1日までのお買い上げでノベルティいただけますので、お家で飾る時にね、こう下に置いて飾っていただいてもかっこいいデザインになってますので、今回の雰囲気バッチリと出てるノベルティになってるなと思いますので、まあ額縁に入れてお家で飾ってもかっこいいノベルティですよね。はい、ぜひゲットしてください。といったわけで、今日はバホメットスカルとデビルイメージのご紹介でした。またよかったらぜひ見てください。チャンネル登録もお願いします。ではまた。